こんにちは。北海道大学は7月3日2030年に向けた大学の大きなビジョンを発表しました。詳細はですね、ホームページに記載されていますし、冊子体で PDF でもご覧いただくことができますので、ぜひご覧ください。私たちはまずですね、このビジョンを考える上で目指すべき社会の在り方を改めて考えてみました。それはすでに北海道大学が中期目標などに掲げています SDGs の達成ではあります。それは言い換えると3つの要素、地球、社会、人間、この3つが健全である状態、ウェルビーイング社会であるというふうに考えています。このウェルビーイング社会の実現はですね、言うまでもなく大学だけで実現できるものではありません。しかしですね、大学にしかできない、そういうこともあります。そこで私たちはこの HU ビジョン2030で今申し上げたウェルビーイング社会実現、それにふさわしい大学像を考えました。それがノーブルジャパンユニバーシティモデル、新しい日本の大学像であります。大学にですね、社会が求めている本質的価値は何でしょうか。それはですね、商品の提供や通常のサービス提供ではなく、1番目には科学技術研究力、2番目には高度人材育成、そして3番目に総合知であります。これ私たちは共通の言葉として分かりやすく卓越性、エクセレンスと呼んでいます。この卓越性をですね、社会と連携させてウェルビーイング社会を実現に貢献するためには、大学改革の好循環を生み出すエコシステムの構築が必要です。私たちはこの仕組みのことを社会展開力、エクステンションと呼んでいます。改めて強調しますが、社会展開力、エクステンションをいくら評価しても、その原動力となる研究シーズ、高度人材育成、総合知が健全に生み出されなければですね、社会連携組織というエンジンは空回りして、やがて当然のことながらエネルギーが欠乏するということになります。したがってノーブルジャパンユニバーシティモデルというのはですね、大学の生産性の根幹である研究力、高度人材育成力、そして総合知創出、このエクセレンスを生み出し、それを社会展開、エクステンションするということを明確に意識した新しい大学像、これを意味しております。その上で HU ビジョン2030では、目指すべき社会、そしてそれに必要な新しい大学像を提示し、そして教育、研究など8つの観点からですね、47の新しい取り組みのあり方を提示しています。この47の取り組みを通して新しい大学像を実現し、ウェルビーイング社会を実現し、そのために大学として貢献する、これが HU ビジョン2030であります。ご存知のように北海道大学は2026年に早期150周年を迎えます。この間発展し続けてきました。今後もですね、北海道大学がなくなるということはありえないと思いますし、想像もしていません。しかしですね、社会の中で生き生きとして活動し、社会を変える社会的インパクトを創出する大学であり続けることはですね、決して容易ではないというふうに思っております。大学が自ら大胆に変わり動かなければ、その存在意義はやがて希薄となり、その存在意義そのものが問われることになると私は思っています。私たちの大学、北海道大学は社会にとってなくてはならない存在であり続けるための戦略、これが HU ビジョン2030であります。これまでに述べたエクセレンス、エクステンションを成長させながら好循環させる新たな大学モデル、ノーブルジャパンユニバーシティモデルを実現していきたいと思っております。どうか皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。